皆さんお待たせいたしました。エキシビジョンマッチオラグニオルス対リバールプール、解説には元日本代表の北澤剛さんをお招きしています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ北澤さん、空は綺麗に晴れ上がりましたね。そうですね、今日はね、絶好のサッカー日和という感じになりましたよね。両チームの選手の姿が見えてきました。選手入場です。さあ大きな歓声です。スタジアムが一斉に揺れています。さあ間もなく試合です。さあ観客の見守る中、開始の笛が鳴りました。アネウ、まずは中央から行きましたがボールはつながっていきません。いいチェックですね。パスをつないでいくバラント、アウトです。前に送って左へ送ります。取られた。中央から持って上がります。前へボールが出て一旦後ろへ返します。通らない。タッチを割っています。一旦戻します。繋いで左へ出す。ダヤード長すぎました。頭で行く。短く出します。おっとタックル。リバールクーボールキープしています。また返した。マケレ、さあ前へリターンを受けて、そこからサポート。このスルーパスは中へは、さあこれを中へ入れてくる。もう一度頭で、展開しても中にしっかりと入ってきてますよね。回して逃げます。繋いでここにバラン、ファールを取られました。ここからのフリーキック直接狙った。ちょっともったいなかったですね。いいシュートでしたよ。ここで奪われた。バラン横へ持っていく。バラン繋いで、さあどうする、長い距離のシュートだ。うわっと惜しかった。しかしすごいシュートでしたよね。そうですね、決定的でした。繋いでバウトス、磯野ら回してダヤール、右を使ってさあ北澤さん、はい、オラグニオルス前半の中盤に入りました。しかしまだシュートがありません。そうですね、ちょっと様子見てますよね。あまり待ちすぎるとやられちゃいますからね。そろそろ行ってもいいかもしれませんね。いいシュートでしたよ。さあここでパネウ、左にさばいて負けてないですよね。バラント小さく回します。この大きなパスはこれは読まれていました。そこからアネウ、放ちを、リプル高いですね。さあワンタッチ下げて、ここはガヤール、後ろからのマーク、バラント繋いで回します。マケレ、リバールクーボールを回します。後ろからのマーク、左サイド、この上がりいいですよ。オラクニオルス、ここはしっかりと守りました。リードがあります。ファールとなりました。この位置から蹴るのはパト、繋いで競り合った。
かろうじてクリアしました。まだチャンスは続きそうです。カウンターになるか。フィジカル面強いですよ。あとサポート、さあ速攻、チャンスだ。ここで笛です。さあこの位置からのフリーキックです。ここだったら狙ってくるかもしれませんよ。この位置からモルセ、磯野ら、小さく回します。ガヤール、ボールは後方へ、ヘッド。さあだいぶ時間も経ってきました。どうですか。あ、やや高いですよね。監督としてももっと強引に攻めさせてもいいかなと思ってくる頃だと思いますよね。ホイッスルです。左へ、ディフェンスラインで回します。オラグニオルス、前半終了までもうそんなに時間は残されていませんが、今のところ0対0。だんだんとこうサイドを切り崩されてきたというイメージがあるんですが。そうですね、まあ、それを逆手にとってね、相手が薄くなってきているところを攻めるっていうと、うわー入った、決まった。前半終了間際リバウンド、オラグニオルス、まだシュートを打てていません。いやー、これでね、両チームともさらに気持ちが引き締まったと思いますよ。アネウ、大事なところ、アネウも合わしていく。守りが固い。もう一度そこから放ちよ。ちょっと攻めあぐんでいます。安定した攻めを見せています。笛が鳴りました。前半終了。オラグニオルス、終盤になって先制されてしまいました。さあ後半がスタートしています。オラグニオルス、エンドが変わって右から攻めます。その反対側がリバールクール、若干押しています。左サイドを使います。ここはボールを下げました。さあ攻撃に注目です。右へ出す、縦に出した。さあどんな展開を見せるのか。繋いで左へ出した。ここから上がっていく、ミドルできた。今なんかね、もう少しね、丁寧に打ってほしかったですね。ここはバウンス、あとここにアナチオ、強いですね。右へ出した、ポルタンチ、右へ回す、バラント、一度下げます。左へ出した、繋いでマケレ、サポート、タッチを割りました。スローインはリバールクー、1対0でリード。まだ勝負は分かりません。オラグニオルス、ここまでの戦いぶりいかがですか。やはり前半で差がついたのが大きいんでしょうね。少しリズム悪くなってきますよ。横へ運んでいきます。さあ一人で上がっていきます。バットファールです。ここからのフリーキック、ここで流れをつかみたい。おっと奪われた。回します。バラント、ガヤール、つないで右へ出した。回して競り合った、これが繋がらない。誰か中にいればよかったんですけどね。アネウ、おっとチェックされていました。そしてザフォー、ガヤール、一旦戻します。後方で回しています。おっと奪った、アネウ奪った、繋いで競っていく。バラント、マケレ、
イバールクールボールになります。ボールはゴール前ヘッド、もったいないですね。自分たちのリズムに持っていきたい。まもなく後半の30分が経過します。短くつなげてオラグニオルス。さあここまで押し上げてきました。前へゆっくり送ろうという場面です。遠目から放った、いやーキーパーナイスプレーでしたね。そうですね、いい感じでしたね。コーナーキックになりました。さあオラグニオルス、サポーターの目の前で得点できるか。本当ですね、ここで1点入れてほしいですよね。さらにこのクリアボールから、まあ通ればですけど素晴らしいボール入れてきますよね。繋いでここにパリモルセ、今のはファールです。右にさばいてカヤーロ、抜けてきます。シュートに行く、弾いた、防いだボールはラインを割っていきました。うーん、キーパーいい動きでしたね。打ったらすぐ動かないといけない場面ですよ。そうですね、ここまで来た。バウカス、ここでベンチへ下がります。下がりはしますけど、今日はいい形でアシストの役目を果たしましたよね。マケレ、ファールがありました。キープしています。縦、ここはよく守りました。これはタイミングが合いません。いいところまで行ったんですけどね。キッカーはオムレトレ、もう一度、危なかったですね。さあ奪った、そのままいった、手で弾いた、いやキーパー届きましたね。コーナーキックが続きます。リバールクール、このチャンスをものにしたい。ヘッド、今度はどうだ、もう一度コーナーキックです。誰に行きますかね。そうですね、さあボールが入ってくる、ヘッド、ヘッド決まった、いや来ましたね。2点目、オラグニオルス、この時間帯で厳しい状況に立たされています。はい、ここはもう早く動いて1点返すしかないですよね。リバールクール、支配率では若干押しているように見えます。右に出してどう崩していくか、縦に出す、ハリーカットして、待てないですよね。一人で抜き去る、大きく横へ運んでいきます。これは多すぎました。わっと、ここでボールを奪った、パワフルですよ。右に送ります。わっと、ここで終了の笛です。リバールクール、素晴らしい勝利です。さあ北澤さん、試合の感想をいただきます。